JRA 日本中央競馬会ではサラブレッドの生産や育成調教技術の向上、また感染症をはじめとする病気や運動に関する基礎研究など競走馬を用いて様々な調査研究に取り組んでいます。この番組ではサラブレッド生産や育成に携わる多くの方々に活用していただくため JRA がまとめた研究成果をお伝えいたします。馬学講座ホースアカデミー。皆さんこんにちは、日高育成牧場の村瀬です。今日は生産現場でよく使われている薬品について一緒に勉強していきましょう。排卵促進剤の HCG とデスロレリン、黄体対抗剤の PG、 子宮収縮剤のオキシトシンと PG、これらの薬はどれも生産者にとって馴染みのある薬かと思いますが、これらの薬が馬の体の中でどのように働いているのか皆さんご存知でしょうか。今日は教科書に書かれている基本的な薬の作用と使い方について説明いたします。このようなホルモン剤に頼ることを好まない生産者もいらっしゃいますが、適切に使うことで受胎率の向上や生産管理の効率化が期待できます。今回の内容は基礎知識を前提とした発展的な内容となっております。内容が難しいと感じた方は基礎知識を確認するため、ぜひ過去の番組をご参照ください。それでは排卵促進剤について説明していきます。排卵促進剤とはある程度発育した卵胞に作用して排卵を促進させ、それによって受胎率を高めます。実際排卵促進剤の HCG とデスロレリンを用いることで無処置群よりも受胎率が高くなることが報告されています。ただし排卵促進剤を用いると双子の確率が高くなりますので、妊娠鑑定の際にはより注意が必要です。排卵促進剤を使うとなぜ受胎率が上がるのでしょうか。子宮内に射精された精子は卵管の中で48時間受精能力を維持していますので、交配適期は排卵する前の48時間ということになります。逆の言い方をすると種付けして2日以内に排卵すれば良いということです。2日と聞くと簡単なように思われるかもしれませんが、排卵時間を推定するというのはなかなか難しいものです。排卵のタイミングはエコー検査で主に卵胞の大きさを見て判断していますが、直径が 50mm 以上になって排卵しないものもあれば、 40mm になる前に排卵してしまうものもあります。実は卵胞は大きくなれば弾けて排卵するというわけではなく、ホルモンの刺激が必要なのです。卵胞を刺激するホルモンは2つあります。1つは FSH、 卵胞刺激ホルモンです。これは黄体期の後半に上昇し、卵胞の発育を開始させる働きがあります。もう一つが LH、 黄体形成ホルモンです。これは卵胞の発育の後半を刺激し排卵させ、文字通り黄体を作るという作用があります。つまりこの LH というのが排卵を直接刺激するホルモンです。この FSH と LH はオスでも全く同じホルモンが機能しており、精巣の発達や精子形成に働いています。メスの卵巣やオスの精巣は精線、生殖線と呼ばれていますので、これらのホルモンは精線刺激ホルモン、英語でゴナドトロピンと呼ばれています。これら精線刺激ホルモンは脳の中の下垂体という部分で分泌されています。
この分泌は同じく脳内の視床下部という上流から分泌される性腺刺激ホルモン、放出ホルモンによって刺激されています。性腺刺激ホルモン、放出ホルモンは略して GnRH と言われています。アルファベットが多く複雑になってきましたが、これらのホルモンの名前は特に覚える必要はありませんので、ここでは軽く聞き流していてください。ここで皆さんに覚えていただきたいのは、注射された HCG というのは LH 作用があり、デスロレリンは GnRH として働くということです。このように2つの排卵誘発剤は作用基準が異なるということを覚えておいてください。HCG についてもう少し詳しく解説していきます。 HCG は人絨毛性性腺刺激ホルモンを意味します。ここで馴染みのない絨毛という言葉が出てきましたが、絨毛とは胎盤における胎児側の部分を指す言葉です。つまり人の胎盤から分泌される性腺刺激ホルモンということです。先ほど性腺刺激ホルモンは脳の下垂体から分泌されると言いましたが、哺乳類は妊娠すると胎盤からも性腺刺激ホルモンが分泌されます。この HCG は LH と似た構造をしており、同じく排卵を促す作用があり、人の排卵誘発剤として商品化されていますので、馬でもそれを利用しているということです。ただ馬にとっては人のタンパク質というのは異物ですので、免疫タンパクである抗体が作られます。そのため同じシーズン中繰り返し使っていると効きが悪くなるという報告があり、2回目、3回目の種付けでは HCG からデスロレリンに切り替える獣医師がいます。一方で6回、7回と同じシーズン中繰り返し使っても排卵率は変わらないという報告もあり、これについて未だ答えは出ていません。ただここで作られる抗体というのはしばらくするとリセットされるため、翌年にはまた問題なく HCG を使うことができます。続いてデスロレリンの話です。視床下部からの GnRH 分泌には2パターンあります。低い濃度のパルス状分泌というのは卵巣活動を促す FSH 分泌を誘導します。一方一過性に上昇するサージ状分泌は LH の分泌を促します。そのためデスロレリンを毎日低濃度で、投与し続けることで発情誘起作用を示し、高容量で1回ドンと投与することで排卵促進作用を示します。過去にはオビプラントという除蜂剤が使われていましたが、それは製造中止となり、近年は液体の注射剤が用いられています。ただこれらは輸入薬ということで HCG よりも価格が高くなってしまうのがデメリットです。一方でHCG と違って免疫抗体が作られないというメリットもあります。デスロレリン以外にもいくつかの GnRH 製剤があります。アメリカではデスロレリンよりも安いヒストレリンというものが使われています。日本でもブセレリンという薬が牛でよく使われていますが、残念ながら馬では十分な効果が期待できないということで基本的には使われておりません。排卵促進剤は打てばいつでも排卵させられるというわけではありません。冒頭ある程度発育した卵胞に作用すると言いましたが、このある程度の発育というのは卵胞の直径が 35mm 以上であること、そして子宮に十分な浮腫がある、つまり発情期であるという条件が必要です。排卵促進剤はあくまでも近い将来排卵する運命にある卵胞に対して排卵を促進させるものです。では投与後どれぐらいで排卵するのでしょうか。このグラフは有名な研究データですが、 HCG は投与後平均36時間、デスロレリンは平均41時間後に排卵します。2つの薬に若干のタイムラグがありますが、重要なことはどちらも48時間以内にほぼ全頭排卵させることができるということです。精子の生存時間が48時間ですので、
種付けの時に投与すれば十分効果が期待できるということになります。ただし48時間の中でも精子の活力は徐々に落ちていきますので、理想的には種付けしてすぐに排卵してほしいところです。種付けの際に HCG を投与すると種付け後36時間で排卵となりますが、種付けの24時間前に投与すると種付けの12時間後に排卵するという計算になります。きっちり24時間前に投与する必要はありませんが、種付け後よりも前日に投与した方が高い受胎率が期待できると考えられています。以上、排卵促進剤のまとめです。排卵促進剤には HCG とデスロレリンがあり、作用機序が異なります。ただどちらも48時間以内の排卵を促しますので、種付けの前日もしくは当日にかけて投与することで確実な排卵、そして受胎率の向上が期待できます。続いて黄体対抗剤についてお話しします。黄体とは排卵後の卵胞腔に作られる組織で、妊娠に必要な黄体ホルモンを分泌します。妊娠が成立しない場合には子宮体から分泌される PGF2α の働きにより黄体が対抗し、次の発情が回帰します。 PGF2α、 いわゆる PG 製剤には天然型 PG と合成型 PG があります。現場では合成型のクロプロステノールという成分がよく使われています。これは成熟黄体、つまり排卵後5日目以降の黄体に作用します。黄体は排卵後4日ほどかけて作られますが、その作られている途中に PG を投与しても十分に効きませんので注意が必要です。 PG の副作用として軽度の発汗や潜水用症状を示すことが稀にありますが、治療が必要となることはほとんどなく、現場では気にせずに使われています。黄体対抗剤を使う目的として、発情周期の短縮、持続性黄体や出血性無排卵卵胞といった卵巣疾患の治療、発情同期化などが挙げられます。サラブレッドでは発情を同期化することはありませんので、本日は上3つについて解説していきます。 PG の投与によって黄体期を短縮することで次の排卵を早めることができます。これをショートサイクルと呼んでいます。季節繁殖動物である馬は種付けできる時期に限りがありますので、わずか数日ではあっても種付けを早めるということは重要です。一般的に PG を投与して7日から10日で排卵に至りますが、実際には PG 投与時の卵胞の大きさによってばらつきが大きいものです。つまり大きい卵胞があればすぐに排卵するし、 PG 投与時に大きな卵胞がなければ、その小さい卵胞が発育するのに時間がかかります。すぐに排卵するのが必ずしも良いというわけではありません。卵胞が特に大きい場合にはPG 投与後、十分な発情を示す前、子宮頸管が十分緩む前に排卵してしまったり、その卵胞が排卵せずに別の小さな卵胞が一から発育することもあります。このようにその先の予測が難しいので注意が必要です。 PG は古くから爆弾と呼ばれ、発情が来なくてどうしようもない時にとりあえず投与するというような使われ方もされていますが、決して発情を誘起する特別な薬というわけではなく、あくまでも黄体を対抗させることで次の発情を誘導するという働きを持っています。近年、分娩後初回発情での交配を見送り、2発情目を早めるといったシーンでよく使われるようになりました。分娩後初回発情というのは、子宮が出産のダメージから十分回復していないため受胎率が低く、また受胎したとしても胚死滅率が高いため、世界的にサラブレッドの交配では敬遠されています。何もしなければ分娩後10日目くらいに初回排卵が起こり、次の排卵はその21日後、つまり分娩から31日後に2排卵目が起こります。これに対し
ショートサイクル法を行うことで分娩22日後に交配できるということになり、この方法を用いると1週間ほど種付けを早めることができるという計算になります。続いて卵巣疾患について説明していきます。持続性嘔体とは、通常よりも長く嘔体が持続し発情が回帰しないことを指します。現場ではそれによって種付けできませんので治療が必要となります。通常は子宮体から分泌される PGF2α により2週間ほどで嘔体が対抗しますが、子宮の炎症や非繁殖シーズンには PG の分泌が十分ではないことがあります。また嘔体期の後半に排卵してしまい別の嘔体ができたり、妊娠認識した後に肺死滅してしまったりすることもあり、このような場合にはやはり発情が回帰しません。そこで PG を投与すると速やかに嘔体を対抗させ次の発情を誘導することができます。この持続性嘔体は無処置でも 2,3 ヶ月で対抗しますが、実は秋から冬にかけて空胎馬はしばしばこの持続性嘔体の状態になっています。ただ次のシーズンには影響がありませんので、この時期に積極的に検査や治療を行う必要はありません。出血性無排卵卵胞とは、卵胞が発育しても正常な排卵に至らず卵胞が変性してしまうことを指します。この原因としては脳下垂体からの LH の分泌不足や、卵胞が変性しているため LH は分泌されているけれどそのホルモン刺激に卵胞が反応しないといったことが考えられています。そのため春先や秋といった繁殖移行期に多く高齢馬に多いことが知られています。エコーで見ると卵胞の内側に白いチラチラした粒子が観察できます。このような状態が続くこともありますが、多くは徐々に嘔体化すると言われており、そのようなケースでは PG を投与することで解消することができます。ただし嘔体化されていなければ PG は効果がなく、そのような場合には特に治療する方法がないというのが現状です。抗体対抗剤についてのまとめです。 PGF2α は抗体を対抗させることで次の発情を早めることができます。ただし排卵までの時間にはばらつきが大きいため、使う際には卵胞の大きさを確認すると良いでしょう。また抗体形成を伴ういくつかの卵巣疾患の治療に使われます。続いて子宮収縮剤についてお話しいたします。子宮には子宮平滑筋という筋肉組織があり、さまざまな場面で収縮しています。例えば種付けした際には子宮が収縮することで精子を卵管まで運びます。子宮内が感染などによって炎症を起こした際には収縮することで異物を子宮から排出します。出産の際には胎児や後産の排出を促します。一般的に使われている子宮収縮剤にはオキシトシンと PGF2α の2つがあります。 PG の方が作用時間が長いのですが、先ほど説明したように嘔体対抗作用があるため排卵後に使うと嘔体形成を阻害してしまい受胎に影響を及ぼしてしまいます。そのため子宮収縮剤としてはオキシトシンの方が安全で一般的と言えます。具体的な使用例についてお話しします。子宮内に貯留液が認められるとき、これは子宮内の炎症、つまり子宮内膜炎を示唆していますが、このような際に子宮を収縮させることで汚れを物理的に排出させます。ただ収縮力がもともと弱い馬や子宮が落ち込んだりしてコンフォメーションが悪くて排出しにくい馬もいます。またもともと感染症であるため一度子宮収縮させるだけで治療できるというわけではなく、重症例の場合には適切な抗生物質を使ったり大量の生理食塩水で子宮を洗浄したりといったより積極的な治療も必要となってきます。持続性硬肺誘発性子宮内膜炎について説明していきます。
種付けの際に子宮内に射精される精液というのは牝馬にとっては異物であり、これを排除しようとする炎症が起きます。これが交配誘発性子宮内膜炎です。これ自体は正常な生理反応ですが、これが12時間以上持続するものが持続性交配誘発性子宮内膜炎であり、この病的な状態は受胎に影響があるとされています。そのため種付け後6から12時間の間にオキシトシンを投与し、余分な精液や貯留液の排出を促すことで受胎率の向上が期待できます。ここで PG を用いてはいけません。後産停滞とは、分娩後3時間経過しても後産が出ないことを言い、発生率は2から 10%、 重種馬ではさらに発生しやすいことが知られています。この場合最初に行う処置は後産に重りを吊るすということです。手で引っ張り出そうとするとちぎれてさらに出にくくなりますので注意が必要です。それでも出なさそうな場合には子宮を収縮させることで内側から絞り出すことを行います。筋肉内投与、静脈内投与、その他に点滴するという方法があります。作用時間が短いオキシトシンを点滴することで常に一定濃度を保つことが可能です。それでも後産が出ない場合には数時間おきに繰り返し投与しても構いません。オキシトシンを使うことで馬でも分娩誘発させることができますが、安全に行うための条件がかなり厳しいため現場ではほとんど行われておりません。本日は説明を省略いたします。以上、子宮収縮剤についてのまとめです。子宮収縮剤にはオキシトシンと PG があり、状況により使い分けられています。 PG は作用時間が長いですが、抗体対抗作用があるため排卵後には必ずオキシトシンを使うようにしましょう。子宮に貯留液がたまりやすい馬、子宮内膜炎になりやすい馬には種付け後オキシトシンを投与することで受胎率を向上させることが期待できます。お疲れ様でした。今日は繁殖現場で一般的に使われている薬品の基本的な作用機序と使い方について勉強いたしました。かなり難しい内容となっていますので、理解できなかった人はぜひ過去の番組を見て基礎知識を確認してみてください。ホルモン剤というと体のシステムを攪乱するというネガティブなイメージがあり、なるべく使いたくないという人もいますが、基本的には牝馬自身が分泌しているホルモンと似たものを利用しているということがお分かりいただけたかと思います。そのため適切に利用している限りにおいては効率的な繁殖管理に有用ですし、副作用を心配する必要はありません。獣医師が使う薬、行っている処置について生産者も理解することで現状を見直し、より良い生産管理について考えるきっかけにしていただければ幸いです。